9時ぐらい眠いです。やばい。あ、キョンシー、ありがとうございます。目が開かない、おはようございます。え、本当にそう。おはよう。あ、ありがとう。なんだっけ。あ、頑張れ、ありがとうございます。バラもありがとう、ハートも。そう、あ、I love you、 ありがとうございます。クマさん、ありがとう。ありがとうね。おはよう。ハートありがとう。あ、ファイトありがとうね。ハートもありがとうございます。あ、結婚してもハートもありがとう。今日頑張れば。いや、本当に。あ、来世ね。ありがとうね。ね、あ、目、頭が回ってなかった今。かわいい、ありがとう。ハートも。明日、明後日乗り切れば睡眠不足解消する。そうですね、明日。私、明日めっちゃ早起きなんですよ。待って、頑張れ、めっちゃたくさん。ありがとうございます。レインボースターもありがとう。お疲れ、ありがとうね。ハートもありがとう。え、明日めっちゃもう6時とかにショールームするかもしれない。さすがに5時ではないけど。そう、ハートありがとう。そう。朝配信はします、さすがに。しないと、チケットがないので、全然。そう、頑張れ、ありがとう。だるまも、ハートもありがとね。今のめっちゃ本当に近いですよね。なんかめっちゃ早起きなんですよね。そう、ハートありがとう。頑張れ、ありがとう。ファイトもありがとうございます。全然テロップ書いてない、最近。やばい。 おはよう。さあ、6時に起きる予定だったか、たくさんあります。あ、本当に？ならよかったです。体調にお気をつけて。ありがとうね。ダサッと楽しんで楽しめます。あ、見ました？配信の後に昨日の屋台の詳細とか見ましたよ。すごい。なんか、屋台券何枚で、なんか、あれなんだね。たこ焼きとかポテカラとかと交換できるみたいな。そう。っていう感じなんですね。星ありがとう。会が8時半だから早めに。そっか、そんな早いんだね。大変。みんなも早起き頑張ってください。参加できないので見守ります。あー、そっか、お仕事の方がめっちゃいるっぽい。推しとか、ありがとう。ハートも。うーん、学用はわからないですね、行ってみないと。 おはよう。参加券1枚で屋台券10枚。ああ、そうなんだ。その支度するので、またね、ありがとうございました。イベント券1枚で屋台券が何枚？ 10 枚って書いてある、下に。すごい。答えになってる。明日のお昼頃までに夜勤。魂だけ飛ばします。あ、ありがとう。お昼頃まで夜勤、大変。ハートありがとね。日曜日、そうじゃない、楽しみです。ありがとう。そう、日曜日2日間なので。ゲームの方にはメンバーも来るみたい。え、そうなの？知らなかった。絶対にそうちゃん来ないかなと思ってます。
そっか、おはようありがとう。下手ちっかいは1枚で何秒の話かな。それも分かんなくて、何枚、どうなんだろうね。土日参戦予定。おお、すごい、ありがとう。何枚、何秒だろう。なんかでもおしゃべり会よりは短いみたいな噂を聞いたけど、噂ってかコメントで教えてもらったんですけど、でもそれが果たして何秒なのかはまだ未だに分からなくて。じゃあゲームやらねば。でもゲーム私知らなかったからどうなんだろう。それ書いてあったのならそうなのかもだけど。はよう、おはよう、元気ですか。元気ですよ。ありがとう、おはよう、星もありがとうございます、ありがとうね。おはよう、あ、星ありがとう。あ、昨日最後ダンジョンめっちゃギリに変わったじゃないですか、終わる直前に。読めなくてごめんね。そう、ハートありがとう。アーティストが不定期に遊びに来るって書いてあった。あ、そうなんだ、そういう風に書いてあったんだね。へえ、すごい。じゃあ行くのかもしれないね。おはよう、頑張り、ありがとう。レインボースターありがとうございます。ちょうどいいタイミングで。衣装展ね、見ました。衣装展始まるの。なんかそう、行きたいっていう話をちょっとしたんだけど、そうそう、それじゃん時に。すごい、頑張り、ありがとう。なんか衣装店のさ、なんかキーホルダーみたいなの持って写真撮ってて、 AKB の方が。めっちゃ可愛かった。そう、衣装可愛いからグッズにしても可愛くてすごいなって。劇場の床欲しいね。床ね、配ってたよね。配ってたっていうか、劇場の床です。射的得意、射的？射的得意じゃないですよ、私。射的あんましたことないかも。屋台でしょ。そう、衣装店行くしかない。ありがとう、バラも。おはよう。NGT 以外ので着てみたい衣装ってある？AKB さんの衣装はでもやっぱり可愛いですよね。おしゃれカンパニーさんの衣装を着たいです。衣装隠した衣装図鑑とか、うん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 。おはよう、なんだろうね、何が着たいかな。一番難しい。あと、ありがとう。なんかもうたくさんありすぎて。そう、眠い。おはよう。横浜週末天気を下げて気温もちょうど下げね、見ました。晴れってなってた、よかったって思ったけど、一応折りたたみ傘持ってこうと思って。そう、おはよう。なんか今の時期が一番さ、服何持ってったらいいのかとかが分かんなくて、にゃ落ちす。そうですね、そう、めっちゃ眠いです。ギンガムチェックとか似合うと思う。かわいい、嬉しい、嬉しい。そう、ハートありがとう。心配性。なんか傘、折りたたみ傘を買うのが本当に私あんまり買いたくなくて、
増えちゃうからね、お家に。あとありがとう。15度から25度って寒すぎなくてよかった。確かに新潟と横浜で気温差ないと楽なんだろうけど、どうなんだろう。でもおしゃべり会で東京と新潟の時は新潟の方がちょっと寒いかなって思ったんですけど、なんか東京も全然暖かくなくて、だからうん、あんま変わんないかもって思った。どうなんだろう。でも今週はありがとう。星もバラもしょっぴりがしてきたりした。うーんねえ、星ありがとう。そうよ、一日の中での気温の変化を、あ、わかります。朝と夜が寒すぎて、普通にこっちもまあまあ寒い。じゃあ絶対変わらない。新潟もまあまあ寒い。新潟最近私朝と夜しか外出てないからさ、お昼とかきっと日が当たったりしたら暖かいのかなって思うんだけど。おはよう。アナウンサーさんみたいなのか言われたことありますよ。セントフォースみたいだねってきょう28度。いかきょう作るんだよ。もう来てるよ、秋来てる。おはよう。昨日のお昼日が出てまんま暑かった。あ、そうだったんだ。長岡虹が出てる。すごい、見たい。ありがとう星。セントフォースが、そうなの言われて、セントフォースどこだっけと思って調べたら、あ、フリーアナウンサーさんの事務所かと思った。フリーアナウンサー、あ、そうですね、フリーアナウンサーさんの事務所かと。あとありがとう。気象予報士の勉強するしか、あ、確かに荷造り無事終わりましたか。いえ終わっていません。やばいお天気お姉さんに会いそう。お天気お姉さん、今日の天気はなんとかで、アウターを一枚羽織ってもちょうど良さそうです。アナウンサーやってみたら、やってみたらでできるならやりたいおはよう。お天気キャスターに合う、あ、ならよかった。でも私いつも冬のお天気キャスターのお姉さん見ながら、めっちゃ寒そうって。なんかさ、野外で待機じゃないですか、アナウンサーさん、お天気お姉さんか。スタジオにいる方からの中継だから。荷造り何パーくらい終わったの。90%くらい終わりました。なんて今日ね、さたまに朝遅刻しそう。それはダメだ一日警察署長、すごい楽しそう。おはよう。そう、あれでいつもがすごい、本当に思います。絶対寒いのに、ありがとう。日に寒くなってきたね、思います。おはよう、おはよう。コウモリありがとうね。バラもありがとうございます。あと星もありがとう。おはよう。今日水用意してますね。あ、そうです、今日用意しました。もう乾燥しすぎて喉がもうやられそうなので。ハートと星ありがとう。あ、15分、164日ありがとう。そんな中とか花火大会うちの球場でやる。そうなの、すごい。そろそろ左右では、うん、時期的にはお人旗ありがとう。お天気お姉さん、わかんない私。トトイありがとうね。次にサウジにかよ。ありがとう、お疲れ様です。星ありがとうね。164日連続目ありがとう。気づいたら164日。だるまありがとうね。
お天気お姉さんになるの、え、別にならないと思いますならないと思います。お疲れ、ありがとう。モーニングコーヒーとか飲まないの？飲まないですね。コーヒー飲まないです。なんかあんまり美味しさがまだ分かんなくて。おはよう。基本的にお水しか飲まないカフェイン取らないですね。ハートありがとう。あ、ありがとう、コウモリ。ありがとうございます。コーヒー苦手なの？コーヒー普通です。好んで飲まないですね、だから。おはよう。コーヒー似合いそうではある。コーヒーしかないってなったらコーヒー飲むけど、コーヒーか紅茶か選べますってなったら紅茶選ぶので、コーヒーは全然飲まない。炭酸飲まない。炭酸飲みますよ。家にいるときに水しか飲まないだけで、外でなんか買うってなったらジュース買います。カフェイン取られてきてないからなと。やばい眠いときにコーヒー飲まないの。眠いときにコーヒー飲まないですよ優雅な朝過ごしてそう。過ごしてない。私めっちゃ出かけるギリギリに起きるタイプだから、今はショールームのためにめっちゃ朝早く起きてるけど。あとありがとう。朝からコーヒー飲んでる。おお。さゆとかも飲んだりするのかな。飲みますよ。でもちょっとね、もう本当にお湯を沸かすのも今はちょっとめんどくさい。ココアは飲むの？ココア飲まないです。え、ココアは本当に飲まない。もう1年に2回とかそういうレベルでココアは飲まない。お水ミネラルウォーター、なんか浄化してるやつ。そう、配信食べに起きてくれてありがとう。ありがとうね。朝何時に起きたの？朝何時に起きたの？え、でも本当に配信始まる直前に起きました。そう、でも疲れた。いやーね、今炭酸飲んだらシャキッとした。確かに炭酸飲みたい。リンゴのやつ飲みたいんですよね私。ココアの粉大量に買ったのに全然使ってない。ココアなあんま飲まないから。睡眠時間何時間くらいなの？でも4時間くらいは寝ました。私本当にやばい時間がない。一時期スタバでココア頼みまくって。スタバでココア飲んだことないかも私。なんだろう、スタバって何飲むっけ？期間限定ばっか飲んじゃってるからか、全然飲んだことないの。おはよう。え、なんか本当に時間がなくて移動中寝てね。寝ます。結婚してありがとう。来世でね。おはよう。可愛いですね。ありがとうございます。あ、頑張れ。ありがとう。とりあえずこれ深海で撮ります。寝ます。移動中に。はよ。そう。なんか忘れ物しそうだな。私怖い。最近スタバは期間限定。おーだよね。スタバのココア美味しい。どう飲まないんだよね。そう。ブ
スティーマーチンの曲口ずさんじゃいそうになっちゃう。え、なります。でも私が出ない曲を口ずさみそうになる。一番良くないトラップすぎる。今日からハロウィン。え、そっか、もう11日だからそろそろハロウィンなのか。なぜか出ない曲。そう、あ、これ口ずさんでたから出るのかなと思いきや出ないっていうのをしそうになる。おはよう。ハートありがとう。それはトラップでしょ気をつけてる今めっちゃ。今も脳ではなんか曲かかってるけど歌わないようにして。何歳ですか？18歳です。そう、おはよう。とってはあえて持たないスタイル確かにジュース何が好きなの？なんだろう、これがすごい好きとかあんまないんですけど、最近はリンゴのなんか炭酸のやつが飲みたい。一応感のある配信なんで。嘘、そんなことないよ、眠いだけだよそう、疲れて飲みすぎるじゃない。あ、曲がってことか。ごめんなさい、頭待つなくて。ハートありがとう。そう、おはよう。そう、歌わないようにしてるからってことね。ウィルキンソンのリンゴ、なんだそれ、ウィルキンソン。 ありがとう、タコもハートも。あ、そう、それが飲みたい、三ツ矢サイダーのやつ。なんかいろんな味出るじゃないですか、毎月のように。ウィルキンソンってなんだ、特濃リンゴ。あ、そう、それ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 。炭酸水、炭酸水は好きじゃないです。もう確実にこれは断言できる、もう好きじゃない苦いんだもんあれ。頑張れ、ありがとう。そう、おはよう。そう、味がないと、甘くないと、なんか炭酸水に限ってはなんか振られた気分。なんで炭酸水がダメなの？なんか本当に苦くて。茶サイダーのフレーバー飲んでもね、美味しい。ずっと飲んでると慣れる。あ、そうなのか。炭酸水が飲みたい気分がわからなくて、刺激が欲しいみたいな感じ。苦いって感じちゃう。え、苦いですよあれ、良さがあまり。なんかだったら水飲もうって思っちゃう。アップルサイダー果汁 100% で濃くて、じゃあそうなの、めっちゃ美味しそう。炭酸恐れかよ。お、ジュリー炭酸水のごめん。あ、そうなんだ、炭酸水もしくなくねじゃあビールも無理になりそう。あ、本当に、そう、チアサイダーの桃味美味しい。桃美味しそう、めっちゃ素敵やから一番。ありがとね。水道水でも普通に飲む。水道水直接は飲まないですね。でも別に言われなかったら気づかないんだろうなとは思う。水分補給が目的で炭酸水。嘘、そうなのか。じゃあサイダー飲もうと。そう、美味しいよ。マスカットも出た。そうなの、全然置いてないな。ジンソンジンジャーエール見て、辛い。あ、そうなの、ジンジャーエール辛いんだ。ジンジャーエールはなんか好きだけど、なんかペットボトルでは買わない、ドリンクバーでしか飲まない。あとお店でなんか頼むってなった時にジンジャーエールでってたまに言うけどペットボトル飲んだことないな。桃園からタリーズのコーヒーの炭酸出たけど。そうなんだ、コーヒーの炭酸。コーヒーはコーヒーでいいじゃん何それ、そんなのあるんだね。
あ、そろそろ男女読みします。ごめんね、ありがとう朝から。ではあとちょっとで読みますね。東京の水道水浄水にかけるより実は美味しい。え、そうなの。実家の時めっちゃお水買ってたもったいない。一応さんありがとう、眠いの会社ありがとうね。こちらこそありがとう。めっちゃ過去一眠くてあんまり話してないんですけどそう、カルピスソーダ飲んでる、美味しいよね、わかる。今日も一日終えてありがとう、頑張りましょうね。今日も少しでも体力回復してね、ありがとう。では男女読みします。ありがとう。13位パイナップルさん、ありがとうございます。12位うつろさん、ありがとうございます。11位メープルなおくんさん、ありがとうございます。なんだ今、タコタコありがとうよいしょ。10位ホッシーさん、ありがとうございます。9位焼肉大好きさん、ありがとうございます。8位タムヒロさん、ありがとうございます。7位はるかねこさん、ありがとうございます。6位アンザさん、ありがとうございます。5位セッテンガーさん、ありがとうございます。4位カズヤさん、ありがとうございます。3位コミュニストさん、ありがとうございます。2位おとぼけさん、ありがとうございます。そして1位みーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。また明日の朝お願いします。ちょっとメールとチャットが全然来ないじゃんってなるかもだけど、許して許して、その分土日に写真をたくさん撮るので。ではありがとうございました。バイバイ、おやすみ、おやすみなさい夜配信の癖が。頑張りましょうね、土日頑張って、ありがとう、頑張ります。今日も頑張ります、頑張りましょうね、ありがとう、またね、バイバイ。土日待ってます、横浜で待ってるね、バイバイ、ありがとう、ありがとうございました。また明日の朝。